にちは、Pです。ドラゴンクエスト10オフラインです。今回は最強武器西洋シリーズですねを作るのにレア素材が必要になります。で、依頼書でしか多分今のところ入手できないと思うんですが、24時間かかります。1個ね、依頼書をクリアするのに、まあ、レベル70のね、フレンドさんをお願いして登録してね、で12時間短縮にはなります。で、これ以上短縮ならないのかなと思って調べてみたんですけど、出てなかったんですね。で、ちょっと私思ったんです。で、私パソコン版です。だからパソコン上のね、日付を進めたらどうかなと思ってそれを試しました。あの、あくまでもね、それを推奨してるわけではなくて、単純に試した結果だから、あの、あくまでもね、もしやらせる方は自己責任でお願いします。はい、では試してみます。もうちょっと一度試しました。はい、今ね、9月29日の9時ぐらいです。はい、で、今ね、これを、進めて、10月1日かなの、10時間進めればいいんですけど、まあ、とりあえず1日、2日ぐらい進めちゃったかな。ちょっと何回かね、素材入手したからね。まあ、結果もちろん今、言ってる通りできてます。だから、前にね、スイッチね、ほら、依頼飛ばせが帰還しました。前にね、スイッチでも、そういうの何かあったよね。うん、日にち、じをスイッチ版でもね、進めて、何かを入手するってのはありました。あの、でも、それを進めてるわけではないからね。はい、見てください。はい。うん。片手剣。はい。まあ、今30分ぐらい。はい。立ってる状態でやり始めてね。うん、あとちょっと待って、先に何か入れとこう。ちょっと爪かな、爪ちょっとね、入れとこうかな。はい。で、例えばこれ入れるじゃない、今24時間が短縮していきます、こうやってね。はい。で、12時間まで短縮します。はい。これでお願いしておきます。うん。ちょっと12時間後にね、討伐祭が書いてて、素材が手に入ります。で、今回ね、手に入った、ちょっと待ってね。今ね、だいぶ30分ぐらいで行ったり来たりしててね、だいぶ素材を手に入れました。どこかにどこにあるのかな。槍と、どこに、あ、あるね。これね。まずこの、円柱の骨と、オーブと、槍と、これを拾ってきたんだ。今、片手剣ができたら、4回ぐらい行ったり来たりして作りました。はい、ではね、1個作ってみますね。ちょっとこれね、ほんとね、大変です。とにかく時間がかかる。普通にやってたらね、大体ね、今これなんか見てもらうとわかるんだけど、片手剣がいりますよね。あと虹色のオーブがいりますよね。で、幻獣の骨も、そうかな、そうだね。だ3箇所いるんですよ、この、例えば片手剣作るのにね。そうすると36時間かかるわけですよ。じゃあこれ作りますね。どんなだろう。ああ、これか。一応軽くあげた方がいいよね。うん。だからね、最強武器ね、西洋って依頼書でしか出ないの分かってたから、これ大変だなと思って、なかなか出るわけでもなくて、結局その辺はね、ツイッターでね、結構情報出てまして、フレンド登録。すればね、もらえるからね。うん。レアの依頼書ね。うわ、危ない。危ない。必殺来ないかな。ちょっとこれ3番目かな。うわ。マジ。2倍はやめとこうか。え、マジですか？必殺来ないの？厳しいなぁ。あ、来た来た。よかった。はい。必殺で2箇所。んだね。上下位置。はい。これでやっぱ収まったかな。まあ、2箇所入ってでもね、もう1箇所は多少ずれてても、どうにかなるはずです。はい。来ましたね。うん。で、例えばね、この、
バトマス早い剣を2本持てるんじゃないですか。だからね、そういう面では、2本欲しいかなとも思うんだけど、地区効果っていうのがね、オンラインの方では左手に乗るんですけど、ただ、連携効果ないからね、乗らないと思うんだけど、左手と右が一緒にならなくても違う片手でもいい気もするんだよね。ちょっとこう、基礎効果はね、どうになるかちょっと私調べてないからまだわからないんですけど、例えば、この状態ではね、星屑の剣っていうのは、そうだね、攻撃 10% 出るかにっていう特殊効果がついてますよね。これが左手についてれば多分乗ると思うんですよ。だからそしたらね、右手をね、剣王の剣にすると、これどんな効果？ドラゴン剣20と両方の効果がつくと思うんですよね。確かに、攻撃力がいくつ違うの？4、7違いますよね。まあ魅力はともかくとして。で、MP も少し6増えますね。だから、これを左手をね、外し、両方西洋にする必要ないかなとは思います。はい、このパターンでね。西洋の剣を右でね。はい。そうするとね、基礎効果のドラゴン系 20% と、ルカニが使えると思います。これあくまでも推測です。これオンラインだったらこれが使えます。オンラインはね、左手の錬金効果っていうのは乗らない。攻撃者は乗らないのかな。はい。で、基礎効果っていうのは両方乗るからね。右手、左手に使っててもね。はい。こういう風に使えます。はい。これでね、最強武器は、ならです。36時間って言ったらね、3日ぐらいかかっちゃうと思うんですよね。それをね、短縮。まあ、2、30分で短縮できるという裏技ですけどね。はい。決してね、おすすめとはではありません。あくまでも、実験した感じの結果を、ご紹介させていただきました。はい。参考になればと思います。はい。あとね、オンラインの、オフラインのね、オンラインもそうですけど、オフライン、オンラインの方のね、両方の、ドラクエの動画も結構頻繁に頑張って上げていきます。ぜひね、チャンネル登録お願いします。はい、じゃあまたです。バイバイ。